私はミカ、先輩とご飯に行っても無駄な借りを作りたくないので、基本的にはバリカンで対等な関係性を構築する女の子。この子は梅、どんな人種の先輩でも懐にスッと入ることができる年上キラーな女の子。この子はアラ、年上年下という概念がそもそも存在しない女の子。そんな私らは知らず知らずのうちに異世界へと迷い込んでしまっていたみたいで。はぁ、今日はいい天気やな。晴れ渡る空、透き通る風。エスカレーターの左側で止まる人々、大量のもんじゃ焼き専門店、スムーズに脱出できた梅田ダンジョン。ちょっと待って、今思ったんやけど、もしかしてここって異世界なんかな。さっきからずっと言ってたやん。嘘やん、こんなナチュラルな変化誰も気づかんて。見渡す限り違和感しか溢れてへんやろ。梅田の文字も露骨に反転してて、文字化け見たくなっとるし。世の中の些細な変化にいち早く気づくとは、さすがは梅やで。なんや知らんけど、とても大切な手柄を強奪された気がする。でもどうしたらいいんやろ。あっちに戻る手段もよう分からんしな。とりあえず片っ端からそこら辺の人らに話聞いてみるか。異世界から抜け出すヒントをくれるかもしれんで。そんな RPG の村人みたいに都合のいい人間そうそうおらんやろ。あ、おったおった、後輩ちゃん。はぁ、来た来た、先輩ちゃん。いやいや、そのファーストリアクションおかしない？まず異世界で出会うことに驚くんが先やろ。あ、おったおった、後輩ちゃん。なんでこんなとこにおるんですか。だからといって無理に編集点作ってリテイクとかいらんのよ。やらせに手を染めたら魔法少女としての信頼を失墜させるで。ところでセナ先輩とヒーちゃん先輩はどうされたんですか。あんたらが異世界に飛ばされたって話を聞きつけたから必死のパッチで助けに来たんよ。ひとまずみんな無事そうで安心したわ。いや、無事っちゃ無事なんですけど。なんかあったん。せっかく異世界に転生したっていうのに、未だ一つも異世界らしいこと体験してないんですわ。転生はしてへんのよ。異世界というワードに引っ張られて条件反射で転生にするんやめた方がええで。あれ、あんたら見慣れない顔やね。どこから来たん。え、うち死んでない、生きてるよ。なんで、私たち車に轢かれたはずやのに。異世界転生後に起こりうるシチュエーションを再現してアグレッシブな姿勢で異世界を満喫しようとせんといてくれる。今魔法少女が何かしらの事件に巻き込まれとる事実に目を向けなあかんよ。せやけど、せめてお土産くらいは買って帰りたいところよな。異世界おじさんのチーズケーキとか異世界ロールとか売ってへんの。お父さんとお母さんにもお土産買って帰りたいんで。帰りの時間とか大丈夫ですか。しょうがないな、ちょっとだけだからね。やったー、揃いも揃って危機感ゼロか。でもこれで一安心やね。先輩たちが来たってことは元の世界に戻れるってことやもんね。せやな。で、お二人はどうやってここに来られたんですか。セナ、どないしよう、引き返り方わからん。とりあえずお土産でも探しに行こっか。あんたら何しに来てん。